今月も始まりましたナバイーツレイディオ、司会は私朝ネットワークの石尾と同じく朝ネットワークの福森でお送りします。よろしくお願いいたします。お願いします。本日、早速ですが、ナバリーツに登録していただいてますゲストの方をお呼びしております。百合ヶ丘にある和食店なごみやん安藤の大将であります安藤博一さんです。安藤さん、こんにちは。こんにちは。どうも、第1回目のゲストとして呼んでいただき光栄です。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、まずお店の紹介をお願いいたします。はい、丹精を込めて育てられた季節の野菜、伊勢湾などで揚がった季節の魚、そして大事に育てられた伊賀牛、私たちの生活に欠かせない多くの食材を提供してくれるこの大地や海、多くの生き物に感謝しながら五感で味わうことができる料理を提供しています。どうぞ日本料理なごみや安藤へお越しください。はい、安藤さんのお店は先日10周年を迎えられたと聞きました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。10月10日で丸 10年を迎えて、これもひとえに皆様のご贔屓ご支援の賜物と感謝しております。11年目は新たに進化して皆様にご満足いただけるよう精進してまいります。もう話しぶりにすごいお人柄が現れてて、その誠実な姿勢が多分この10年を迎えられたんだなと思いました。またナバイーツを始めた感想なんかもお聞きしたいと思います。はい、市内飲食店の危機を救うためと立ち上がっていただいた石尾さん、福森さん、そして青年部の小村さんに感謝いたします。お昼や晩の忙しい時でも配達していただけるのは本当に助かります。はい、ありがとうございます。ナバイーツでも和洋中さまざまなオードブルをお届けしていますが、安藤さんのお店ではどのような種類がございますか？はい、2段弁当なんですけど、これは季節の移ろいや年中行事に合わせその時期にしか味わえない美味しさが詰まったお弁当です。そして伊賀牛ステーキ重ですが、これは火打ちというもも肉のとこですね、もも肉の新玉をさらに細かく分けたうちの一つで、1頭から2キロほどしか取れない希少な部位です。もも肉の中では一番霜降りが多くて柔らかい高級な部位になります。これは私昨日呼ばれたやつですよね。あ、そうです。ものすごい美味しかったんですけど、このような秘密があったんですね。そうなんです。希少部位だったんです。希少部位です。美味しかったありがとうございます。そして、うな重なんですけど、うなぎは三河一色産のものを使ってます。焼きは関西風ですので、油が乗ったうなぎ本来のコクのある味わいがあります。そのため焼く時間が長く、皮がパリッとしていて関東風に比べたらしっかりとした食感になります。あとオードブルですが、これは旬の豊かな、山の幸と海の幸をお楽しみいただきたいとの思いでさせてもらってます。このオードブルなんですけども、はい、家族用の盛り合わせだけでなくって、職場へ会食ができるように一人ずつ盛り分けたオードブルがあるとお聞きしたんですが。あ、はい、中身は普通のオードブルとそんなに変わらないんですけど、お一人様用なので、取り分ける手間がなく、またご飯が入ってないので飲み会のシーンにもご利用できます。あと町内会の集まりなどで、その会議終了後すぐ帰られる方にもお土産として渡せるので、とても喜ばれております。で、最近はコロナの影響もありますので多く注文いただいてます。今ご紹介いただいたメニューはどれもデリバリーに対応してますか？あ、そうですね、今のは全部デリバリー対応のメニューです。はい、はい、ってことはナバイーツでお届けできるということですね。そうです。ありがとうございます。これから会食の機会もね増えてくると思います。安藤さんのお店でも、感染防止対策しっかりされてますので、お越しいただける方はぜひお店にも足を運んでいただきたいですね。はい、ちなみに営業時間はどうなってますか？営業時間は
あ、お昼の11時半から、1時半、夜の部は、夕方5時半から8時半となってます。定休日は日曜日になってます。はい、ランチは11時半から1時半、ディナーは夕方の5時半から8時半ということですね。はい、ありがとうございました。最後に何かメッセージございますか。皆様のためにお料理をご用意しておりますので心よりお待ちを申し上げます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい緊張してますけど、はい、すごい緊張してます、はい、すみません。でもいつ行ってもお客様がおられて今も繁盛している、本当に皆さんから愛されているお店だと思いますので、これからもぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ナバイーツについて説明させていただきます。ナバリの飲食店の出来たてメニューをご自宅や職場に配達料500円でデリバリーするサービスです。当店は新聞店なので配達も安心安全を心がけて配達しております。現在11店舗のお店がございます。和食、洋食、中華などなどいろいろございます。注文方法はネットから、それと各店舗への電話で注文ができるようになっております。詳しくはウェブから ご確認ください。またただいま第3期の加盟店の、受付も行っております。毎週月曜日、朝ネットワークのお店で申し込み説明会を実施しております。こちらは予約制ですので、朝ネットワークまで、ご連絡の上ご来店ください。電話番号は 63-8939、 63-8939 でございます。最後にナバイーツでは、ナバリ市全世帯型プレミアム付き商品券、それと子育て応援商品券がご利用いただけます。この機会にぜひ便利なデリバリーを一度お試しください。はい、では来月の、内容の紹介をお願いします。はい、12月の放送では、時期節節柄オードブルとかおせち料理の紹介ができたらなと思っております。はい、それではお時間となりましたので、また来月よろしくお願いいたします。はい、本日のゲスト安藤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ失礼いたします。失礼します。